して大宮は新加入10番のシュビルツク。いや楽しみですね。そうですね。ハメる、そうですね、投げます。2人に疲れたんですが泉沢入れてくる。シュビルツクシュート、こぼれた。泉沢モンテギースルーしてシュビルツク左足ポストを叩いてきました。シュビルツク早速脅威になりました。追加タイム目安は5分です。シュビルツク落として黒川、強い、強さ見せた。これが収まった。シュビルツク熊本とのマッチアップ、強さ見せます。リーナー対リーダー、斜めのパス、シュビルツク、シュビルツク、おー、くるっと回る、強い、大西弾き飛ばして飯田へ。いや、さあ抜けてくるぞ、チャンスになる。それに対してカナダもね、しっかり、まあ、後になったとしてもしっかりボールにはアプローチいけてます。はい、振り切ってさあチャンスになるぞ。マイナスとクロスから、ここはこぼれている。まだ出てきた時をキッカーを引き切ってないそうなんで、そうですね、どういう風なアイデアでね狙ってくるんですね。ずらしてきましたね。ずらして狙ってきた、大宮先制。新加入のシビルトク見せました。1対0。いや狙い通りですよね、おそらくね。ずらしたヒールで流してそのまま持ち上がる中野、シュビルツクの足元へ、またチェイシュビルツク、シュビルツクのシュートだ。かなりディフェンスとしては嫌ですよね。もう一個寄せはできませんから、はい、黒川、いいボールが入るが、シュビルツク打っていく、旗野が弾いた、91cm になります。さあシュビルツクがうまくかわしたところ、あと8回のボールでしたが、ここはボールを取られます。シュビルツク、ちょっと足元に入ったか、股抜きで通してきました。今津がクリアしていきました。こぼれたところ、小島折り返す感じでまだあって、シュビルツク、シュビルツク入れていく、黒川入ってきた、スルー、こぼれてきた、入ってきた、右足だ、シュビルツク。他にはシュビルツクが戻ってドリブル、一人かわして岡庭です。かわしていった、かわしていく。最後の最後、この選手がゴール前に行ってほしいなっていうのはありますけどね。はい、ね、大宮ボール、高柳から小島、体を入れて折り返した、シュート、シュービルツク、今シーズン2ゴール目を決めました、大宮先生。ここはストライカーらしいポジショニングでしたね。はい、まさにゴール前。さあ、ピンポイントか、飯田のクロス、シュビルツクだ。足元、シュビルツク、くるっと回った、シュビルツクだ。高柳前向いた、シュビルツクに預ける、シュビルツクがいった。これがシュビルツク。守備不足を狙った、収める。ここは野田のディフェンスです。両者激しい競り合い、まだ残した、守備不足。さあ、岩タレントにボールが入ってきた、守備不足と、このさあ、再び守備不足とリカルド・グラッサの争い。1点を取った大宮、シュビルツクから藤本プレッシャーかけましたが、シュビルツクと、シュビルツクボールキープ、富山からワンタッチで送っていく、シュビルツクに行く、まだボールはキープ、シュートまでいけるか、ここ西川出てきてる、シュート、中のボックスの中に入ってきた、うん、持ち上がっていく、シュビルツク前を向いて右足決めた、シュビルツク2試合連続ゴール、2対1。まあ、シュートですね、コース狙ったね、はい、素晴らしかったですよね、